シリアでは反政府デモに対して数千人規模の軍隊が大規模な弾圧に乗り出しました。戦車も投入され、反政府活動家によると最悪25人が死亡しています。特に激しいのが南部ダラーです。ダラーは反政府運動が最初に始まった都市です。シリア政府は抗議は一切許さないという姿勢を明確に打ち出しました。ダラーの街中を戦車が走るという異様な光景です。デモ隊から街を奪還しようとしているのです。軍が退去して入り、デモ隊に向けて発砲しました。映像の真偽は確認できませんが、25日に携帯電話のカメラで撮影されたといいます。果敢にも戦車に立ち向かう市民、介入してきた軍へのデモ隊の思いがはっきりと現れています。人権監視団体の人です。早朝、軍に包囲された、戦車も多数あるとの情報が入ってきました。その時見えた戦車は6両だといいます。多くのテレビ局がその様子を放映しています。シリアは抵抗運動を徹底的に叩き潰す構えで、5000人規模の部隊を動員したと伝えられます。通りには遺体が並んでいるとの報道もあります。先月反政府デモが始まって以来、死者は350人を超えたとも言われます。シリアは新たな攻撃的段階へと踏み込みました。先週には50年続いた非常事態令を解除し、妥協の姿勢も見せていましたが、それも長続きはしませんでした。国際社会は声を揃えて暴力的な弾圧を非難しています。アサド大統領はかつてはシリアの穏健な新しい指導者と見られていましたが、ここ数日でそうした見方は吹き飛びました。アメリカはアサド家とエリート支配層に新たな制裁を科す構えを見せています。衝突で亡くなった人々の葬儀が営まれています。政府は暴力は外国の凶暴によるものと主張しています。一方、活動家は首都ダマスカス郊外のドゥマで抗議運動を再燃させているといいます。シリア政府にもデモ隊にも妥協の姿勢は見られません。中東の鍵を握るシリアは全く予断を許さない状況になっています。 NATO 北大西洋条約機構によるリビア